今回は US 版の妖怪ウォッチプニープニーでケータのプニーを作ってみたいと思います。このウィブワボミーでオリジナルのプニーを作ることができます。 Create new ウィブワボ。フレームどうしよう。一番作りやすいのジバニャンかな。ジバニャンフレームでケータの顔を当てはめてやったらいいんじゃん。ケータの顔どれにしようかな。第一候補この凛々しいやつ。第二候補はこれ。ちょっとあの料理を語る時のケータやね、これは。でこれがちょっとこう恥ずかしい顔してるケータ。これだとちょっと横広がりになるな。これは一番普通のケータの顔。どれがいいかな。ちょっと変な顔してるやつの方が面白いかな。横広がりになっちゃうんだよな。他のやつもちょっと撮ってみようか。よっ。これはちょっとやばそう。まあ一応保存しとくと。あとこれね、一番普通の顔してるケータ。どう？あ、いいんじゃない？これ一番なんかしっくりきてる気がする。ケータのプニーできました。これジバニャンのフレームなんだけどめっちゃ可愛いね。せっかくだからさ、ちょっとでかいプニー作ってみようか。三つ股のづちとバトルしながら。レッツプレイ。一番でかいプニー作ってみようかな。サイズ45ぐらい目標。いけるかな。レッツゴー。あ、違和感そんなないかも、ケータの風に。これがブシニャン様。あ、ピン打ったか。自由の女神ジバニャンがこれね。ケータのプニ以外をガンガン消して、最後にでっかいプニ作るか。フェイフェイ。普通はこの妖怪のプニしか使えないんだけど、このウィブワボミめっちゃ面白いな。本当は自分の顔をプニにするのがウィブワボミなんだけど、妖怪と妖怪の合成もできるし、面白い。なんかいろいろ試したけど、ウィスパーが一番なんかやりやすい気がするな。シンプルだし、左。やばい、三つ股の槌撃破しそう。右ね。集中、頑張ろう。自分はそんなすぐにやられないけど、三つ股の槌倒しちゃいそう。あと3分の1ぐらい、4分の1ぐらい。やばい、ケータだらけ、ケータだらけになってきた。やばい、このケータのプニー必殺技発動するとおそらくモノマネキンだ。右、もうちょい、もうちょいでケータだけになる。あと、あと3個、あと1個。あ、ケータだけになりました。これすごい見た目やな。なんかこれで一気につなげれるかな。いくぞ。プニ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 、いける、いきます。ドン。
サイズ45のケータのプニ。ウケるわ。これで消すと、あ、失敗した。右目だな。右目にピンを打ってケータのプニ消します。ドン。すごー、面白ー。人の顔のプニとかすごい存在感ありそうだけどね。